ああ、さっきのは聖堂に変えちゃった。あ、全部変えちゃった？オッケーオッケー。僕はとか、聖堂、鳥見さんが聖堂使ってたから。ああ。じゃあ寝るか、夜だし。寝ますか。夜危ねえ。夜はいろいろ危ねえ。寝るか。鳥見さん、戻ってこい。マジ?僕何してんの？ああ。食事か。言いにくいな、あの、後であげるから。まず帰ってきて寝て。やばい。何？夜は、ね、モンスターがね、よく湧くから。一気に山くらい湧くからね。夜中はやばい。襲撃イベントまで。本当にそれ。襲撃イベントあるのでね。うん、だからわざわざ狩り、モンスター狩りはあまりしなくてもいいよ。森が動いたって。でん森で。早く来てほしいな、あれもう一度。びっくりしたか。最初の時ね、びっくりしましたよね。なんだこれだっていう。やばい、めっちゃ来てる。扉閉めて、もうそこで寝ればいい。オッケー。閉めると俺たちは死ぬからね。そうですよ、ね。あ、ベッドでお前、あの、いいね。はいはいはい、じじじじじ。はい、朝おはよう。はい、朝おはよう。はい、おはよう。おはよう。はい、肉あげますよ。お。はい、どうぞ。またどこが飛んだ。どういった？床に置いたんだけど、どこで飛んだ？どこは？こっち。お外で。腕力高すぎだろ。お外で。もうちょっと、左見てくるわ。やっとこっち。左の。鹿が泳いで死んじゃった。ツルハシで、ツルハシをに持ち帰って、ゆっくり作業してください。それ食わじゃん。ツルハシねえんだよな。あ、そうか。まだ作れてないんですよね。これ松明って見つかりやすい的に。あ、見つかりにくいよ。あ、見つかりにくいんだ。ただ消費が激しいから。さっきメデューサがツルハシ捨てたんで、ね、ちょっと待って、後ろいるぞ。トロール後ろいる。回しろ回しろ。逃げてった。何か知らんけど、ちょっと待って、ちょっとここにマークつけて、そう一回戻って、メデューサ回しろいるよ。投げてきた石、それどこに投げた。あ、これしかない。石一発で死ぬんでね、気をつけて。あ、やばい。今そのところじゃないって言ってた人が。ちょっと俺避難するわ。避難するわ。メリアさん、いや、トリュウさん、餌になってっていう。ちょっと、やばいやばい。この辺私もトロールに囲まれてるのでね、今休憩中。あの、トロールさん下がった方がいいかもね。いや、今水源火で隠れてる。そうか。あとしゃがみながら歩きはスタミナ消費激しいんでね、気をつけて。ちょっと俺の昔のツルハシを取りに行くわ。おどこでタゲ切れるんだこれ。取れないな。いやー、まさか一発で60ぐらい持ってかれて焦った。2しか残らなかったもんね。投げる位置は結構痛いっすよ。いや、だから木の棒よりはこいつの方が怖いっていう。いや、またいるじゃん。あ、丸太持ってるやつが。あ、丸太の方が弱いんでね。石投げやべえな。やばいっすよ。あ、トロールの竹切れたわ。いや、石の投げを食らったって直撃で振りかぶられたから、あーボーンって一気に50ぐらい持ってから、やべ、また森林破壊しやがった、てめえ。トロールはやばいんだね、その点が。あ、この世界は、ね、巨人ですからね、舞台が。まあ巨人と戦うのはね、北方神話の醍醐味です。
起こし号は巨人離れないのでね、反撃切れないんでね。いらない。ああ、痛い。ジャンプしたところに呼べ。ヒールも痛い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 。このシックブルーベリー集めでもしとくか。今からどうか誰にした。前の俺のツルハシ。ああはいはいはい。よし、取る撃破。どこどこ。どこに作るの。ちょっと手伝いに行くか。そうそう。味方がいるっぽいからね。なんとなくもうある程度覚えたから。やり方分かり始めたんだね。うん、そうですね。とりあえず行くか。メルリアさんどこにいるんだ。えらい遠くにおるな。いや長老が遠いからね。そう、長老は見える、あ、見えないよね、確か。マップ広すぎ。今気づいたわ、ここまで縮小できるんかい。いや、広すぎ、マップ。すごいっしょ。バカでしょ。すごいっしょ、逆に考えたら。やば。ここまでやるっていうのが普通だからね。ルリアさん、それ帰ってこれなくない？そうですよね。中間ベースが必要ですよ。今、星付きと戦ってるからね。やべえ、ここだ。全員星だよ、ここ。まあ、星の雑魚はもう問題ないでしょ。なんか。まだ服がない時代だと辛いかもしれないけど、今はもう服あるじゃない。ベッドも作れない場所でやってるから。夜は耐えてくれ。すまん。俺らは問題ないですよ。死んでデスルーラすればいいんや。そうそうそう、死んで戻ればいいや。なんてこと言うんだ君たちは。相手を取りに来なきゃいけなくなるじゃないか。デスルーラしてこい。メルヤさん、あそこで一回死んだんで、もう経験者なんで問題ないし。ああ、ともあとも3回ぐらい死んでるわ。3回か。いくらあんまり遊べなかったな、今回。ドワーフ6匹ぐらいに絡まれて死んだこともあるし。モテモテやん。一応建物の中にいるから大丈夫。この辺敵いないかな。カバ3匹ぐらい壊したけど肉集まんねえな。そんなに1匹あたり2ドロップすればいい方か。なんその盾。やば、戦士だよ。でもまだ中世感ないな。まだ中世だ、少し遠いな。中世は鉄だからね。うちまだどうだかね。原始民の真ん中だからね。真ん中だな。まだまだあれだな。やっと今中学の初期の入ってるからね。スタンピードまだ開始してないな。いつ開始するんだ。この4畳一間の部屋が最高だぜ。でしょ、いい家でしょ。日本のワンルームかよ。すごいな。そして野郎全員が野郎で住んでんだよ。だって2マスは作業台、1マスが木だから1マスしかねえもん。やばいな。いいゲームだわマジで。トリムさんはまだね、俺たちが途中に作った部屋だから、これ見て楽、結構楽に作ったと思ってるかもしれないけど、苦労したよ俺ら。だいぶ苦労してましたね。すごい苦労してたね、ここまで来るの。平らにしてから。そう。ん？なんだこの振動。だからその下に。トロールじゃないの。その下のとこに岩のぶっ壊れた。そうそう、建物があるけど、そこを拠点としようとしてた。トロールに破壊されるっていうね。こっちですよ、こっち。この目の前にいるんじゃないですか、建物が。でっかい。ああるね。それが俺たちもともとの拠点だったんだけど、トロールに言っておってね、一発でね、吹き飛ばされたんだ。もう綺麗にこうなったんですよね、ほら。ここでもう全部物かかってます。やばすぎ。トロールの一発でね、俺たち家消えたんだよね。嘘なの、岩貫通してくんのかよ。もうショックでしたもんな。
めっちゃ驚きましたよ。新しく拠点作れて狭くなっちゃったけど、あれ狭かったからまあ作れてよかったんじゃないかな。まあ、まあ、結果論的には結構良かったという。結果論ね。